デスクラード選手の拍手怪しいですよ。ただ腰一丁、腰最悪、腰だ腰。やはり襲いかかる。そしてピンチェロコ、ここでピンチェロコ、さらにはウイスキーを吐きかけた。何ですかこれ、おめでとうのお祝いとでも言うんですかこのお酒。もう祝杯のつもりなんでしょうか。お前やりてえな。いやダメだよ。さらには椅子だ。なんとなんと、ああまただよ。デスペラードが椅子を持ち出した。元はといえばミラノさん、このシリーズ腰を痛めたのはこのデスペラードの椅子攻撃ですよね。開幕戦からですよ。おー、うざうざうざ。おい、カメラマンの頭大丈夫か。右サイドのハゲ頭に落ちたぞ。ハゲだから大丈夫かあいつ、血出るぞ。いや、ハゲだから余計きついだろ。しかしこれは大変なことになりました。また腰に襲いかかる。そしてマイクを要求するのか。マイクを要求するデスペラード。石森とファンタズモ、せっかく昨日こんだけ痛めつけといてやったのに、負けるとか使えねえなあいつら。あ、おい、どうした。おい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 、大丈夫かおい、おい大丈夫かおい、お前ら頑張ってくれたからよ、あさって決勝俺たちとなんだよ。あなあ、何年連続で同じカードになってると思う。なんでかわかるか、俺たちしか強いチームがいねえからなんだよ。あ、おい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 、どうしたどうした、おい言い返す元気もねえのか、おいこの野郎、おいおい、お前らが勝ったんだぜ、お前らがメイン締めなくてどうするよ。大阪に、いや屈辱的です。屈辱ですね。いい風なんか吹くかバカ、こんなところに。ああ、大阪なんぞにな、こんな奴らのためにいい風なんか吹くわけねえんだよ。ああ、潮風すら吹かねえわ。よく知ってますね。あさって正々堂々リングで戦いましょう。待ってます。いや、最高の最悪の屈辱の言葉を浴びせるだけ浴びせて。いや、あいつちょっと経年してんじゃん。大丈夫かな。まあいいけど、別にいいけど。いやいや、本当だ、経年してる。硬直してるの体、大丈夫かな。今日の体が心配です。硬直してますね、本当に ね、そうですね。ちょっと神経いってる気してんじゃない。小刻みに震えています。大丈夫かな。まあいいけど。いやいやいや、これはしかし2日後の優勝決定戦が心配です。ダメージ抜けないですよ絶対。マジか、まさか、まさか 3K 言われるなんて全く頭いなかったよ。ありえないだろ、あんなつまらない 3K だぞ。ちくしょう。まあこのジュニアタックリング戦、まあ奇跡なりマグレなり、まあ盛りだくさんで、まあ終わってしまった俺たちだけど、最強タッグの証、これは俺らの元にあるから、これさえ俺らは死守していく、これはずっと守っていく、それだけだ。使えねえな、ファンタズモ。石森、俺たちみたいにさ、自分に試合の権利も、それどころかお前ツアーに呼ばれてすらいなかったやつらが使う脳みそすらないのかお前。ああ、手負いの若手に毛が生えたようなやつに普通に負けて恥ずかしいね。明日は、あんなよ、腰によテーピング巻いてくればよ、そこ攻めてくださいって言ってるようなもんだろ。まあ明日はどういうものかっていうのを俺とデスペラードがっつりと教え込んでやるから、よく見ておけよ。あさって楽しみにしておきなさい。よいしょ、大丈夫か。ありがとう、決めてくれて。
ビンで殴られてもさ、椅子で攻撃されてもさ、俺らの心にはちっとも響かないんだよ。そんな薄っぺらい、そんな薄っぺらいもん、そんなんで引くんだったらな、最初から3連覇なんて口に出してないんだよ。金丸、デスペラード、あさってやってやるよ。シリーズの、このシリーズの負け、俺が落とした星、そして今日勝ち取ったこの星も必ず次にネクストに繋いでやる。決勝3連覇。